俺は今度はセーラを。みんなは。とかじゃなくてさ、なんか頑張ってるやつって応援したくなるじゃん。イエーイ、連続1位。へえ、2連続だなんて。人気者なのね、この人たち。こりゃもう海外とかでもバカ売れしてっかんね。セイラは好きなアーティストとかいないの？ドブルザークとか。ドボ？何それ、洋楽のデスメタルバンドかなんか。アントニン・ドボルザーク、チェコのクラシック音楽家よ。本当にクラシックしか聴かないわけ？超気になるんだけど。ふふん、本当はいるんだよね。セイラはむっつりだから。ココア。セイラさんにも。なんかうちらだけでこういう女子トークするのめっちゃ楽しいですね。確かに、今日はおむっちもいないしね。いや、いるぞ。うわっ、びっくりした。ももちゃん最近存在感ないから忘れちゃってた。どうしたオムニス、神妙な顔をして。悩みでもあるのか。悩みがあるなら話せ。話さないとわからないこともある。これ、お前が言ったんだぞ。解決した。今目の前で起きている事象の原因が何なのかもな。ほほう。負けることはない。オムッチやたら自信満々じゃん。まったく、どこからそんな強気な発言が出てくるのかしら。だってあたしたち正義だもん。勝つに決まってるでしょ。ちょっと待ってよ。あの様子だとどうやら本当に自己解決したみたいだな。なんだ、悪魔の数がいつもより随分と多いが。
冷静に行こう。キャッ！ナイスムーン！一緒に頑張れば絶対勝てるって思ってたよ。冷静に行こう。キャッ！やるな。ココアの勝ち！同じじゃないか。一体どうすれば抜けられるんだよ。だけでこういう
いないしね。いや、いるぞ。あ、びっくりした。ももちゃん最近存在感ないから忘れちゃってた。どうした、オムニス。最近ずっと黙ったままじゃないか。俺もそう思う。お前、なになに、ずいぶん神器臭いじゃん。おむっち、そういう時はパッと派手なやつを一曲。ノリ悪っ。ここは一つココニャンにアゲアゲのやつを歌ってもらっちゃおう。オケノスケ。デンジャー来た。もう今曲入れたとこなのに。まあココアも一度マイク握っちゃったらいろはなみに話さないタイプだしね。そんなことなくない。私は空気読むし。いやいやいや、うち長い付き合いだけど、イロハが空気読んだとこなんか見たことないから。まあね、ちょちょっと倒してきちゃって歌い直す気やないっしょ。にゃ、パパッとやっちゃおう。Danger. そうだな。ふむ、冷静に行こう。冷静に行こう。終わらせる。どこだ。さすがね。ギッタンギッタンだよ。気を抜かない。ぶちかましたよ。決めちゃうよ。ふむ、冷静に行こう。終わらせる。さすがね。当然の勝利だ。だけど嬉しいな。うち
待って、アダム、カオリ、モモちゃん、間に合ったらしい。え？今度は何？いや、なんか来てるよ。何が起きてるんだ？